赤石城、赤石城は日本の城。所在地は兵庫県赤市赤石公園。旧赤石藩の成長と藩主の居所が置かれた。別名、木春城、木春城、紀春、金光城とも呼ばれる。JR 赤石駅北側に位置し、駅ホームより間近に望める。縄張りは連閣橋も各混合式の平山城である。丘陵下端に築かれ、本丸付近は、 柿の下の人丸を祀った人丸塚があったと言われており、この地は柿津の乱で激戦地となった。赤市の地は山陽道が通り、北には丹波国、田島国への道が分かれ、淡路島、四国のルートがあり、古来より交通の要衝であった。徳川幕府が西国の戸山大名のおえの城として、姫路城に次いで着目した。現在、 中堀の内側は、兵庫県立赤市公園として整備され、日本桜名所百選に指定されている。矢倉や石垣は1995年、平成7年の阪神、淡路大震災で被害を受けたが、全面修復された。1617年、源那3年那の松本藩主より、赤市藩主となった小笠原忠実は、赤市城の西方を。 赤石川川口西岸にあった、戦場城に入場した。不代大,大名たる小笠原市十万国の居城として、城郭を建設するよう、同年に、第二代、将軍、徳川秀忠より、築城命令された。この時の様子を、本名焼によると、と記されている。この文中にある、元奈六年とは、元奈四年のごきではないかと思われ、 本田美の主殿とは当時姫路城の城主であった、本田忠政のことである。この、本田焼によると、徳川秀忠より、築城命令があり、本田忠政と小笠原忠実は相談しながら、忠政は、忠実の岐阜にあたる、追記から町割りまで行った。当初検討された地は3箇所、塩屋町、現在の神戸市垂水区塩屋町周辺、蟹ヶ坂、 現在の赤石谷ヶ坂周辺と、人丸山、赤松山が検討されたが、人丸山には大きな池があり城の防帯に役立つとて人丸山に定まった。徳川秀忠は、旗本の続き伊勢、村上義政、武部正長らを、不審奉行として派遣し、追記費として銀戦館を支給した。人丸山の地の利を利用し、三木城、高砂城、枝吉城、 千場城の木材を使用し着工され、羊猿矢倉は伏見城、辰見矢倉は千場城の遺材が使用されたと伝えられている。また細川忠興書城には、忠興から忠真へ中津城天守を送ったとあり、この部材も転用された。元那5年1619年正月から作事が始まり、元那6年1620年正月には、 小笠原忠実が戦場上から移住み、同年6月から木内の建物関係の工事が開始された。この時天守は大石まで積まれたが、建てられなかった。追記と並行して、城下町の町割りも実施され、当時、小笠原忠実の客分だった、宮本武蔵が指導したと、赤石市中期、張馬館、晩秋赤石記録、小笠原忠実一台覚書など、 各司書に記録されている。苦心して、赤市城を築城した小笠原忠実は、1632年、官営9年無前小倉藩、小倉城に天保となった。翌1633年、官営10年支那の松本藩より、松平伊佐尾か、戸田氏が7万国で入城したが、休止したため松平光重が上司となった。 しかしその松平光重も1639年、寛永16年が、美濃加納藩、加納城に転覆となると、大久保忠子職が7万国で入城したが、1649年、慶安2年のわずか10年間で、比前唐津藩、唐津城に転覆する。その後、丹波篠の山藩より、松平忠国が7万国で入城。その後、 松平信行と共に名君として知られ、林崎堀割の用水路や一律下の設置、海岸の防風林の造成、そして多くの神殿の開発に努めた。文化人でもあったらしく、城内1慶を選んでこの時に、木原城の名を付けた。しかしその松平信行も、1679年、遠方7年大和郡山藩、郡山城に天保となると、代わりに、 郡山城にいた、本田正俊が6万国で入城する。しかし、領内を治めることができず1682年、天羅2年わずか3年後、火星を攻められ道の食い合藩に1万国に、現地天保なり、その後海域になった。わずか50年の間に城主が目まぐるしく入れ替わったが、本田氏市天保の後、越前家の松平直明が6万国で入城し、以後明治維新まで10代。 189年間審判として、松平氏の居城となった。各城の遺材を集めて築城したせいか、老朽化が早く、第二代藩主、松平忠し常の千の1739年、原文4年には、大修築が行われた。最後の赤市城主は、松平直地で、1874年、明治7年廃城令により、廃城となる。本丸を中心に 東側に二の丸、その東に東の丸が廃され、南側に三の丸、西側には稲荷角が設けられた。本丸、二の丸、東の丸は赤市場の四角部分で、この部分の石垣、土類、堀などの作事は徳川幕府が担当し、三の丸と町屋に関しては、小笠原市と徳川幕府の共同事業として進められた。本丸の西南に天守台の広さは、 約152坪がある。広さから推察すると50規模相当の天守が築かれる予定だったが、天守は建設されず、四隅に、辰巳倉、羊猿倉、唐倉、牛虎倉が建設された。日本城郭体系によると、羊猿倉が天守の代用となっているなっている。四期の内南側の二棟、すなわち辰巳倉、辰巳倉、南東側、 羊猿倉、羊猿倉、南西側が現存四国の重要文化財に指定されている。辰矢倉、羊猿倉の胸、破風の方向は異なっている。西側は、明石川を自然の外堀とし、南側は運河を掘って、港を兼ねた外堀、現在の明石港とした。北側は、大鳥の池、通の池と自然林、谷筋で防備を固めた。 桁タ六軒、張間五軒、高さ七間二尺九寸。入リ屋根作りで、妻部は南北に向く。昭和五十七年の改修工事で、他城から移築されたと分かった。桁タ五軒、張間島、高さ七間一寸。入リ屋ヤ作りで、妻部は東西に向く。藩主の館は本丸にあり三階建ての立派な建物で、部屋には、 名前や画風から長谷川東白の弟子と考えられる、長谷川ひとしひとしの手になる、ふすまえ、花鳥山水図が飾られていた。現存するのは、番頭から春の全長を描いた二曲屏部六席、全十二面だが、本来は夏から秋にかけての花鳥山水図がタイで存在し、四季花鳥図を構成していたものと推定される。この館は1631年。 寛永8年に失火し消失してしまったが、襖すまいの一部は微物として残り、大阪の倉屋敷に運び出されて幕末まで伝えられた。この時までは六曲一層の屏風絵だったが、明治になって十二幅の掛け軸に、さらに現状と同じように改装された。その後、1959年、昭和34年に、右から二番目から四番目にあたる三席が売りに出され、二、三番目は、 アメリカ人、4番目は、フランス人外交官の手に渡った。その3年後フリーア美術館が残り3席を入手した。1996年、平成8年サザビーズにアメリカ人から電話があり、これを受けて、サザビーズがフランスにあるものも突き止めて、3席揃ってオークションにかけられた。これが、日本人コレクターに競り落とされて里帰りし、現在は、 愛媛県美術館に帰宅されている。現在、陸上競技場がある区域に宮本武蔵が設計した樹木屋敷があった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。